さあこちらには特別招待作品人よから監督の白石和也さん、そして出演されました佐藤健さん、鈴木亮平さん、松岡真由さんにお越しいただきました。まず監督に伺いたいんですが、はいはい、今回ですねこの作品を、ま、舞台が、はい、原作ということですが、なぜこちらを選んだんでしょうか。あ、でも、この原作を書いた、桑原裕子さんの書かれた戯曲がやっぱり素晴らしくて、これを本当になんとか映画化していろんな人に見てもらいたいという一念ですね、全部、はい。そして、まあ、3兄弟それぞれ個性が全然違うんですが、こうした素晴らしい役者さんにたどり着いたのはどういうポイントで選ばれましたか。でも最初にまず田中裕子さんがお母さんでしっかり背骨の部分でいてくださって、それからこの3人にお願いしたんですけど、やっぱりまず兄弟に見えることも重要だけど、とにかく芝居が上手なことを第一で考えて一人一人声をかけていった感じですね。皆さんにもお話を伺いたいと思います。まあ、失礼します。佐藤さんにも伺いたいんですが、次男として本当に一見クールな役なんですが、演じていて、まあ、深い部分も本当に見ていくうちに出てくる、そこが心動かされたんですが、いかがでしたか。そうですね、ただ僕が演じた役は本当にクールといいますか、いわゆる素直になれないんですね。こう家族に対してこう、まあ、愛情はもちろんあるんですけど、それをこう表現できないといいますか、そういう不器用なところがあるので、それは僕自身もかなり共感できたので、そういう意味では演じやすかったです。同じような環境にある、あるいは、まあ、すごく極端大なり小なりあると思うんですが、そういった、まあ、社会でまだまだあると思うんですが、そういうメッセージは何か見てる人にどう伝えたいですか。そういう意味で言うと、やはり監督も前におっしゃっていたんですけども、家族が、まあ、一度なんですかね、崩壊してしまって、でまたこう何か再生するためにはやはりかなりの勢いでぶつかる必要があるんだなって、クラッシュする必要があるんだなっていうのは、この映画を通してこうメッセージとしては伝えたいことの一つです。ありがとうございます。失礼します。それでは長男役の鈴木さんにも伺いたいんですが、なかなかいつものこのパワフルな役とも違う、言葉が少ないけどもすごく抱えているものが大きいように感じたんですが、演じていかがですか。そうですね、この映画ではこの僕たちが何か演技をしているというふうに見られたら、もうその時点で失敗してしまうなと思ったので、本当に自然にその場にただただ3兄弟として存在することができるようにという意味で、あまりこう気負わずに、もうその場の本当に家族として存在できたらなというふうに思いましたね。あまり今まで確かにパワフルな役が多かったので、そういう役をこう僕にキャスティングしていただいた監督はなかなかこう反骨精神があると言いますか、リスクを取って僕をキャスティングしていただいて嬉しいなと思います。鈴木さんの全く違う演技の側面を、ね、見ることができましたよね。そうですね、そう願います。ありがとうございます。失礼します。そして、はい、娘役ということで田中裕子さん、お母さん、本当にいろんなストーリーが詰まっていて、もう母親っていうのは娘にとっていろんな意味で良くも悪くも大きな存在ですが、演じていていかがでしたか。田中裕子さんの娘役をやれる人生があると思ってなかったので、もうそれだけで感無量でしたけれど、まあ、そこは俳優としてしっかり考え直したときに、やはりお兄ちゃんたち2人っていうのは男の子が思うお母さんじゃないですか。それとやっぱり同性である娘が思う母というのは捉え方が違うだろうと思ったので、私が実際母に思っている気持ちですとか、もし母が何か究極の選択をしたらとか、やっぱりその娘と母というのはお兄ちゃんたちとは少し違う捉え方があったと思うので、そこは注意深く考えました。そして田中裕子さんだけじゃなく、佐々木蔵之介さんだったり、音尾琢磨さんだったり、もう名優たちと演じていて楽しかったですか、はい、現場。はい、とっても楽しかったですし、白石監督はすごく怖いというか、ダンダンといった映画を撮られる監督なんですけれども、本当に穏やかで、現場で大きな声を出さないようにスタッフさんたちにこう言っておくくらい、本当に穏やかにするというのを務めてらっしゃって、本当にその通り穏やかで優しくて健やかな現場でした。
ぜひ皆さんも大きなスクリーンでご覧いただきたいと思います。人よ、白石和也監督、そして佐藤健さん、鈴木亮平さん、松岡茉優さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。